ジア大会かなんか表敬訪問って書いた時にもらったんですよ。でもこれ自身部屋に置いてたら誰かに取られたのかわかんないですけど、なんか名前書いてあったんですよ、違う人の。好きなんですか歌舞伎？歌舞伎なんか可愛くないですか？ふなっしーより好きなんですか？石川で恋しくなることってありますか？最近やっぱ兼六園ですかね。いつかな、小学校6年生ですかね。結構前から行ってないんで、久しぶりに行きたいなっていうのはありますね。でもなんかあの雰囲気っていうか、あれなんか良くないですか、兼六園。あの感じ、そこで飲むなんかお茶っていうか、あの抹茶っていうか、あの好きで和菓子食べながら、あれがあれなんか、あれまた行きたいなみたいな感じはありますね。